私たちと共に働いてくれる方を大募集。自分の受験経験を生かして受験生の力になりたいという方からご応募お待ちしております。概要欄から乃木は公式 LINE を登録し、採用面接を受けるからご応募ください。高1高2からの難関私立対策ならファストアップ逆転塾。難関私立特化の超個別カリキュラムでライバルと大きく差をつけます。詳しくは概要欄から。逆転合格ならファストアップ。ファストアップ逆転塾、リポーターのしおんです。本日は明治生に高校時代の悩みについてインタビューしていきます。今高校生の方で悩みがある人は参考になるかもしれません。それでは行きましょう。明治大学商学部2年生です。部活動で結構トラブったかなっていうのはありますね。僕テニス部だったんですけど、副部長やってて、部長側のそのちゃんとやりたい人たちと僕側の楽しくゆるくやりたい側で分断しちゃったっていうのがありましたね、はい。多少そこの部活内でやっぱりその意見が食い違っちゃうっていうのは、まあ、絶対出てくるとは思うので、まあその部活内ではサボりたいっていうのはすごいわかるんで、その辺はもう全然いいと思うんですけど、ちゃんとやりたい人の邪魔をしなければ勝手にサボるのは全然構わないかなと思いますね。まあ、あとはその部活の外でその問題を引きずらない、僕の場合もその部活内ではすごい険悪だったんですけど、部活の外では普通に遊んだりとか話すのは全然してたんで、まあそういった線引きが引ければ楽しく過ごせるんじゃないかなと思います。明治大学情報コミュニケーション学部2年生です。友人関係についてになるんですけど、女子校で多分すごく距離感が精神的にも身体的にも近くって、いわゆるメンヘラちゃんみたいなことを一回仲良くなって、その子は途中で学校を辞めちゃったんですけど、他の学校に転校するって言って辞めちゃったんですけど、仲良くなった子に対してすごく距離が近くて、すごく優しくて、すごくいい子だったんですけど、距離感の取り方がちょっとわからなくなっちゃって、しかもすごい割と話があって、お互い一緒にいて楽しくてっていうのは共通してたので、普通に多分友達付き合いするには良かったけど、距離感を間違えると私まで一緒に引きずられて、辛い時に一緒に辛い気持ちになっちゃったなっていうのが悩んでました。すごい簡単に言うと自分を持ちましょうだと思います。自分を持ちましょうっていうとすごいざっくりに聞こえちゃうし、みんな同じこと言うじゃんって思うかもしれないんですけど、すごいアドバイスを他の子にその話についてもらった時に、彼女は彼女であなたはあなただよねっていうのをすごく言われて、もちろん彼女との悩みを聞いて、そうだね悲しかったねって聞いてあげることは大事だと思うけど、その気持ちはその最初に悲しいって感じたのは彼女であって、あなたが感じる悲しいとは別かもしれないし、逆に私が感じた悲しいを彼女が共有してると思ってもどう考えてるかは分からないよねって、それは絶対誰にも共有できないよねっていうのを言われて、ああそっかって、なんか絶対ちゃんとしたことだし普通にみんな知ってるけど分かってできてる人ってなかなかいないなと思って、だから結局すごい冷たく聞こえるけど、自分は自分、他人は他人だと思います。明治大学法学部1年です。僕は中高6年間男子校だったので、その点では恋愛については本当に女子との絡みがほとんどなくて、その点では恋愛に悩んでる男子高校生は自分の周りで多かったんじゃないかなと思います。解決策はそもそも女子との関わりがないのではっきり言ってないんですけど、アドバイスとしては、男子校ってもう絶対に多分二度と味わえる空間じゃなくて、っていうのも自分が大学来てやっぱり中高振り返るとすごい楽しかったので、まあ恋愛は確かにそういうのないですけど、その男子校っていう空間をもう本当に目いっぱい楽しむのが一番いいんじゃないかなと思います。明治大学理工学部4年です。はい、そうです。彼女ができないという点でずっと悩んでます。何事もためらわずにどんどんガツガツいった方がいいなと思います。僕もまだ全然それができてないでまだ彼女はいませんが、まあ一緒に頑張りましょう。明治大学政治経済学部3年です。悩みというかわからないですけども、強いてあげるとすれば友人関係ですかね。私は高校男子校だったんですけれども、もうとてもとても楽しかったんですけども、それがあえてですね、その友人関係と言ったのは、その友人関係が良すぎてというか楽しすぎて、まあ、結果浪人してしまったというようなものがありまして、男子校出身の方は分かるかもしれないですけども、本当にもう群れて勉強もしなくなってしまう、まあ、進学校と言われるような男子校も多いと思うんですけども、そういうところでも群れちゃうので結果的に浪人ということもあると思うので、まあ、それが悩みというか、まあ、自分自身の勉強につながらなかったというような悩みと
と言われれば悩みですけれども、結果こうして明治大学に、まあ、浪人しましたけど来れたので、まあ、それも通る道だったのかなと思ったりしています。男子校皆さん、いると思いますけれども、まあ結局は己を信じろと言いたいと思います。と言いますのも、結局は何をするにしろ早稲田に行こうが明治に行こうが自分次第というか、そして浪人するのも自分次第ということで、まあ、なんだかんだですね、なんとかなると思います。浪人した人、二浪した人もいます、まあ、僕の周りには五浪した人も中にいますけども、なんだかんだ生きているので、男子校で今しかできないことを楽しんでもらいつつ、勉強も片手間にでもいいのでしてもらえれば、いずれ明治大学に来れると思うので、今を懸命に己を信じて生きてください。明治大学情報コミュニケーション学部、今2年で4月から3年になります。高校時代にはあまり打ち込むものがなくて、何か熱中して取り組んだものがなく、それが一つの悩みではあったので、大学に入ってからアナウンス研究会で紹介していただいたインターンを特に熱中してできているので、高校時代の悩みとしては熱中でするものがなかったっていうのが一つの悩みでした。特に自分が所属している情報コミュニケーション学部は、さっきも言った通り必修が少なくて、たくさん時間ができるので、大学のちょっと気になったサークルに所属してみたり、何か学外で自分で探してみると熱中できるものが見つかると思うので、ぜひそこは安心して入学してほしいと思います。本日は明治大学の学生さんに高校時代の悩みについてインタビューしてきました。人間関係の悩みがかなり多かった印象でした。今悩んでいる高校生はこの動画を参考に行動してみてください。またこの動画を見ている受験生で受験のお悩みがある方は、ファストアップ逆転塾の無料カウンセリングであなたのお悩みを解決します。概要欄からぜひお問い合わせください。次回はどの大学にインタビューに行くのかお楽しみに。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。逆転合格ならファストアップ。明治大学放送研究会です。我々は映像制作、ラジオ制作、何でもやっています。会員も随時募集中です。ちなみに今は新刊もやってます。みんなで待ってます。逆転合格ならファストアップ。